事始まってるかな。さあ解像度が変な状態で始まるリブルストーリー4対3なんか懐かしいゲーム触るか言うて、まあ、前モンハンやってる時盛り上がったよな俺たちな。そうなんですよ、ね、メープルストーリー昔やってたと。そうなんならサーバー10個ぐらいやったのに欅サーバーまで一緒で、そううわーみたいな、懐かしい、ちょやりたいな言うて、その社交辞令が形になったんですけれども。そうなんですよね、メーカーさんがね、蓋を開けてみたらね、あどうぞ。いや心よくね引き受けてくれて、久しぶりになんかメイプルストーリーをこの地元の、もともと俺たちがやってたあの時のメイプルストーリーやってみませんみたいな感じで言ったら、メーカーさんが心よく、あいいよって言ってくれたから、んじゃあなんかケヤキもないし、ケヤキもなくなって、なんかねケヤキとかカエデとかに統合されたらしい。あ、カエデに吸われたんだ。そう、なんかもう10個あったやつもサーバーもなんか多すぎてなくなっちゃって、まあまあそりゃまあそうか。ケヤキとか桜とかもなんかカエデサーバーに全部統合されたらしくて、弱小サーバーが吸われていった。そう吸われてった。バーニングで、じゃあせっかくしカエデでやろうかな。知ってる人に会えたらいいのにな。うわ、顔1だ、顔1、顔1ある、顔1ある。うわ、でも食えてる顔、まあ、最初の顔少なすぎたよな。ちょっとせっかくやし冒険者やろう。冒険者俺投げだったから、投げ解釈1ではある。ちょガガメちっちゃ、投げを見せに来たリスナー。おおちゃんとやん。おおリスナーにメイプルやってるやつやな。俺に泣き見せに来て。いいね、まんま投げじゃん。すごこれ何やったらいいんだ。ちょなんかあのお風呂の装備だよ、お風呂の装備な。おいたかってる、アニングたかってる。おいカニングシティで、カニングシティでしょあれ、カニングシティさ。ちょそっち行こう。おいたかってる、俺もたかろ。メイカさんのリスナーに俺もたかろ。逃げられた。おいあいつ逃がすな。おいフレンドシーセどうしたんかあいつ。逃がすな。おいおいフレンドどこで見んのこれ、どこで見んのこれ。これはうわ来た、これなんか強いの来た。ちょっと待って、後ろビカビカしてる、この UI の裏。おいっぱい来た、いっぱい来た、その来た。俺もいるぜ、いっぱいおるやんこれ。275ってやばくない。あ、お金渡してる、お金渡してる。え、ちょっと待って、お金、おやばい、お金いっぱい。ちょ、あいつです、あいつです。俺、何それ？あ、来た。あ、いた。効率いるしけどね。でも、ちょっと待って、このさ、左のさ、とこ行った、カリバ1これ。あれ？カリバ1ない。ちょっと待ってね。なくなったよ。え、ないの？カリバ1。そんなものはもうないんだ。あの時の俺たちの青春は？ないです。ヘル、これ人増えてもいい？全然アステルがすごいやると損してるわ。アステルさん、しょうがないから、うん、しょうがないから入れてあげよう。アステレドさん、そうそう、全然俺大丈夫、俺入って。俺だね。いやいや、それはお前が1100円から何も問題ない。大丈夫、アステルさん的には大丈夫。うん、アステル的には大丈夫、今日 NG とかじゃなければ大丈夫、ね、大丈夫。アステルさん初めてやけど今日 NG なことない、うん、大丈夫ちゃうかな。ここでごめんけど出てってくれ言われたら相当やばい。アステルさんが悪いか、さあだいぶっったら、あじゃねえ。メイプルに夢中になってて見えんかったか。そっか、一旦タイトルに書かれてなかったか俺。いやちょっと NG かも。そっか、一回 NG か。チブハルからもメイプル様どことか聞いた。なんなお前らマジで。マジでメイプル部こんな感じで。お疲れ様です。
はじめまして、アスレです。はじめまして、シアンヘルと申します。まあ、メイプルは出会いのゲームですからね。いや、アスレさん、実はあの V 祭で俺見てて、すごいムードメーカーなのを知ってますから、僕はアスレさん。まあ、他のチームを荒らしてたよ、マギーは。確かにね。大嵐ではあった。大嵐。おい。おい、アドバイスよこせ。来た。アドバイス。はい、お疲れさんっす。あいつの手しょうもないって。ペチン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 。しょうもない？しょうもない、あいつのパンチ即死やん。そういうもんじゃね？まあそれもそうか。MMO はそれが。MMO なんてね、装備強化して殴るぐらいしかできないんだから。まあ、そらそう。頑張りなよ。いや、原さん久しぶりだ。マジレスです。マジレスする。なんかあげるのもあるかな。気の利いたバフとかかけてくれよ。なんか気の利いたバフとか。バフ色じゃないからな、僕。あんのかな。それ何？ファイター？これデュアルブレード。ね、わかんないよね。デュアルブレード。DB。知らねえ。名前の言い方は2弦じゃなくてデュアルハルです。よろしくお願いします。めんどくさい。うわ、めんどくさい。どうしてもいたなんだ、みんな。どうしても。デュアルハルでいいんですか、逆に。うん、よろしくお願いします。デュアハル？デュアハルです。デュアハルなんだ、今。え、原さん、結構やってます、メイプル。僕、1、2ヶ月前に始めて、ウルーカに誘われて、ずっとやってるから、そう、ダルさんとか、そんな変わるんだ。回読んでと。あと、金の力に物を言わしてはいる。いや、マジで、なりきんがよ。社長なんだよね、やっぱ。いや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 。これ MMO なんて金かけりゃかけるほど強くなれるんやから。そりゃそう。なんか、メイプルは昔からそうだな。相当金積んだね、相当金積んでるこれ。あ、そうなんだ。え、でもそうだよな、さっき20億とか出してたアイトープが戦闘力3000万やろ。お前7000万ってどういう次元やねん。これしかも7000万ってあれよ、なんていうの、これカリフォービアからちゃんとした装備したら僕1億3000万ぐらいになる。やばすぎだろ。お前一人で全部クリアできるやん。もう全部は無理。あのね、メープルのボスって果てしないらしいの。果てしないんだ。僕でもなんかボスコンテンツって開いて、うん、ボスコンテンツ、はい、見た。で一番上まで行くとカリーンっているじゃん。あ、いるいる。こんなん余裕で無理で、その下にバーってスクロールしていくと、うん、どの辺までなんだろうな。カロス、セル、暗黒の魔法使いとかどうなる。暗黒の魔法使いは、うん、いける、ね、あ、僕は無理だけど、その、うん、ちゃんと一線級の方々はいける、うん、カロスも言ってたかな、ノーマルカロス。え、一線級の方々でもカリーンとかは無理なんだ。え、無理な、無理だと思う。そういうものを用意してんだ。そうなの。よくできたゲームだぜ。誰がついていけるんだよ。っていうか前と違って戦闘力っていうのが露骨に数値化されるから、どれだけ課金してるかとかどれだけ強いかっていうのが一目で分かるようになってるんだ。火力の数字で測れなくなったね。これいいよね。だから逆に言ったら自慢すげえしやすいんじゃないこれ。しやすい。私の戦闘力は53億ができる。できるんだよな。できる。よかったガキの頃それがなくて。いやいや、本当にそう。昔やってる時やったら多分俺あの親から財布から金くすねてまでやってたで俺多分。いや、あのそのレベルでね、何もな、そんなんもう焼け石に水すぎると言っとくけど。まあまあそうだよな、そうだろうな。おかんの財布からいくら金盗んでも全然無力だな。2000円盗んだところで今の戦闘力100万上がる。そうかも、うん、あ、間違えた、危ねえ。これ腕が振ってくる場合のタイミングが違うのは何なんだ。腕の本数か、あの多かったら早い。あ、死んだ俺。あー最悪だー、ゼロ回になっちゃった。いやでもちょっとやるだけやるよ、これやるだけ。頑張って応援してる。いや盛り上がりすぎたらもうどんだけおんねん。いやマジで人多い。多くねマジで。いやマジで悔しいなあれ。くそ、こんなアクティブ多かったんやメイプル。さあみんなもメイプラーになろうね。なってるな。神ゲーやった。結構ね、日々誰かとダブりながらやるの楽しい。雑談があってらやん楽しそうやな。でもメイ友が欲しいよね、うん、メイ友が。わかるな。 MMO ってそんな感じ、やっぱり作業の一部とか。大人気、いや大人気じゃない、ほらもうこんな画面埋まってるの全盛期嫌いよ。でも逆を言うと多分これで全部なんだよ。いやでも実際思った、俺のこと知らねえやつが近くにいねえなって思った。全然
みんなね、通りすがる人みんな俺に物くれる。確かに。めちゃくちゃ優しい俺らに。MMO ユーザーってあれよな、マジで新座に優しいよな。優しいね。優しい。あれ、ビアさんいる？そうだもん。だからこっそり始めると放送してないで、結構その現実のアクティブが分かるかもしれないな。やってもた。おかしいもん、はっちゃんでここに。あー、返されたー。すまーん。いやー、おっつー、くそー。今体力どんなもん？あと4割。あー、でもやっぱ減ったな。時間的にはいけるな。時間的にはいけるいける。あとは、あとはちょっと俺ら の, あのやり方だけ腕次第やな。腕次第。死ななければ思ったより切る。俺も一人じゃ無理だよな。きつそうだね、うん、いいものってきて。じゃもう一回やろう、まあ、ファイターはね、片枝だけが取り柄だから、うん、顔つけ違うから。いけそうだね、もう普通に、うん、顔つけ違うから俺ら。いいな、なんかその時期にボス頑張って戦ってんの。そういうのなかった僕。いや、もったいないよ、ここ楽しまないと、うん。いや、僕そういう楽しみなかったから、なんかやった方がいいの。いん、しばらいらないんじゃないみたいな。いいから狩りしろよ。いいから狩りしてレベル上げるよ。はい。あ、はい。は、はい。まあでもそこはあるよね。うん、教えてくれた人がさ、もうすでにやってる人やったら、そこ味われへんのあるかも。いや、マジで仕事してた僕は。そう、今メイカさんとアセルさんが同じ感じでやってくれてるから、サリでうおーってできるけど。わー、懐かしい、このメイプルの全然俺が知らない人と俺が知らない人が知り合いで、あ、どうもとか言ってるからMMO だわ。古き良き MMO だ。古き良き MMO よこれ。いや、君たち3人が今メイプルの未来を担ってるかもしれない。なってんのこれ今。マジで。いや、お前らでやれよ。おめえらでやれや。すごい盛り上がってるように見えるわね。ここだけ見ると、うん、めちゃくちゃ懐かしいもん。ここみんなこういう配信見てメープル始めるけど、どうせ200うん十でやめちゃうんだ。なんでそんなこと言うんだ。200まではサクッといけていい環境だろう。その後がね、いや、そう、あのね、教えてもらわないとわからないことが多すぎる。それはそう、それはそう。今だってすげえ 俺たちなんかボッチャマスタイルで教えてもらってるもん。めちゃくちゃキャリーしてもらったね、リスナーに。教えてもらわないと無理だわ。教えてもらえるのね、マジでいいよ。うん、教えてもらわないとできなかったことマジ無限にあるもん。僕も何もわからん。え、ガチで10年前盛り上がったメイプルがここにあるんだけど。まあここにあるね、今この瞬間復活してる。ここにあるよね。ある。フリーマーケットとかそうだったもん。僕らが配信終わったらどうなるんだろうな。また元のメープルに戻る、その瞬間。魔法が解ける。はっみたいな。これ今シンデレラタイムなんだ、これ今。これシンデレラタイムやね、完全に。君たちの生み出したシンデレラタイムだよ。あれだよ、これ今さ、マップあるじゃん。うん。右に今、いっぱい人いるけどさ、左半分行ったらいないからね。この柱挟んで左何もいないからね。この画面内で収まってるのもあるか。偽りのハリボテの景色かもしれない、これは。ちなみにこれ裏話っていうか、ことの発端を言うと、うん、はいはいはい、あの俺とメイカさんがあのモンハンワールドをする時があって、はいはいはい、その時にポロって出たあのメイプルストーリーの話で意気投合して、まさかの2人とも同じ欅サーバーやって昔、うん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 、え、僕も欅やったんやけど。え、嘘。え、本当。マジで。マジで昔だけど会ってたかもしれん、マジで。それで、ありえるわ、うん、俺がこの前メーカーさんに、あのメイプルストーリーを10年ぶりに散歩してみた客やらないって話になって、はい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 、はい、で、ああいうやってみようかっていうことで今これが始まって。え、欅だったの？まさかの盛り上がりを。僕欅だった。やば。え、僕も欅だったよ。本当に？なんでみんな欅なの？逆に。え、わかんない、なんでだろう。いくらでも流行ってるファーバーあったの。え、アステルさんも欅？もう欅とモミジだったの。やば。欅？ま？僕欅だった。おい、どっかで会ってんじゃん。え、メイカさん全員ケヤキやで今通話するの。全員ケヤキなことある。一部なんかあの仮想サーバーにそんな人いんだね。え、多分俺たちひでってんだろうな、やっぱ。でも逆に僕は当時、うん、あんまなんか人に頼りたくなかったから、うん、人が少ない方を逆に選んでたかも。俺なんか始めた時に一番新しいサーバーがケヤキやって、一番多分僕もそうだな、一番左にあったよね、あの時ケヤキが。うんうんうん、多分そう。で、後々になんか桜か楓がすげえ苦手で、こっちにしたらよかったなーと思ってた。てか当時さ、うん、なんか横みたいな
のあったじゃん、カリカリ。ああ、横取りね。あったあったあった。結局人が多ければ多いほどさ、そう枯れないみたいな。あ、まあなるよな。だったから人いない方が良かったみたいなとこある。え、じゃあ欅サーバーにおった X 坂田銀時はこの中の誰かの可能性もあったわけ。誰だよ X 坂田銀。何人いると思ってんだその名前。アホほどいるぞ多分。